山口隊長。ああ、中村は部屋にいるか。いるみたいですよ。みたいとはなんだ。ちょっと見てくるわ。はい。自分の部屋で探してみて。わかった。中村君。ああ、まったくこいつは。おい、おい。山口前两天刚刚强调要看紧水路，怕进来危险分子，这不还找个人为这事儿盯着呢。办还是不办？你求我办事儿，你还急眼啊？有没有天理？我跟你说了那么多，就是给你们通个信儿，以后少来人行不行？别跟趟平地似的。办一个过关证就是一道催命符，让山口知道了不光我脑袋搬家，就连你们那些同事都保不住。这个不用你操心了，赶紧给办了吧。王大花，你也就是三花亲姐，要不我就以后能少了人不？不能。ここはあなたと関節範囲なの。検視に行けばあなたの会員としてもとても良くないの。大会ではこう言いましょう。中村は撃たれて傷口の関心で急遽無効で亡くなりました。彼が戦争に来たせいだよ。おい、そんなことを言うもんじゃない。俺たちは天皇のために戦ってんだ。私に言わないで。戦争嫌いです。なぜそんな態度を取るんだ。分かってるのか。お前がヘマをしなければ中京の犯人は知らなかった。彼が死んだの、私に何関係あるの。大いに関係ある。奴の注射器はどこから来たんだ。お前がヘマをしなければ自殺なんかしなかった。私が針を部屋に置くわけないでしょ。部屋に行くことはありません。そこに案内しろ。
おい。山口隊長、ヤオガン部部長が到着しました。ちょっと孫主任に連絡しろ。私とある人を迎える。上国君，这个人什么来头呀？还没弄清楚。喂，到什么时候了还管来头？从现在开始，凡是涉及到花园口码头的事情，我们要收敛了，知道吗？是。中佐，お電話です。喂。看来他这是要微服私访啊。来了。等一下，两个办齐了，老难办了。上面日本人又来个大官，山口都不好混了。让你们人少来行不行？最后一次行不行？哎，我是为你好啊，三花。戻ったんじゃないのか。あ、帰った。だがまた戻ってきた。がっかりしたか。冗談だよ。もう過ぎたことだ。今はもう気にしちゃいない。今回戻ってきたのは日本の危機だ。四方を連合国に囲まれている。このまま行くと本当に日本はやばいかもしれない。もしかしたら私たちは最後の覚悟をしなければならない。この意味がわかるか。大佐はお前だ。俺はただ命令に従うだけだ。欧州の戦いはすでに終わりつつある。3ヶ月もしないうちにソ連も軍をこちらに向けてくるだろう。私は奴らを殲滅するためにこちらに送られてきた。はい。山口夫人、这回多亏了你。以后啊，有什么在下能帮忙的尽管开口。您太客气了，你好好养身体，
那没什么事儿，我就先回了。嗯，谢谢。掌柜，哎呦，您来了啊！今天好热呀，可不是吗？按这个方子抓药。这几天进来的人特别多，这通关证办的也多，孙世奇那边该要提出了。放心吧，我有治他的办法。别把他逼急了，他要真撂挑子，我们就麻烦了。拿好药，我心里有数。谢谢啊，卢掌柜。药单子。好的，您慢走啊。哎，我的読みが間違いなければ、お前が東京に戻ったのも、それ自体が計画だったんだな。もしやそれは中京の大連地下組織を油断させ、そしてお前は大連に戻り、奴らに大打撃を与えるためか。君の分析は間違っていない。私もしばらくここ大連を客観的に見ていた。そして分かったことがある。彼らが進めようとしている計画の名前だ。それを天下作戦という。天下作戦。ああ、具体的な内容は私には分からない。その名前から言って、おそらく空軍を使った攻撃だろう。空襲ってことか。私たちはその時に備えなければならない。何としてもこれを阻止するんだ。ああ、それは安心してくれ。我がフォーヤンコの守りは堅固なものだ。山口、軽口を叩くな。私が調べたところ、他からの情報の漏洩はない。あるとなると君のところだけなんだ。狐狸、山正点。没事，来吧。打了这针抗生素，你很快就会好的。我又给你拿了点消炎药，最近一定坚持吃。好，早点好起来，我得赶快离开花园口，还有任务呢。辛苦你了。その話はもういい。今私が一番心配しているのは病院のことだ。病院であの共産党員が自殺した。あのような人間が自殺するということは相当の意味がある。私はそれについて考えていた。私はこう思うんだ。奴はすでに他の人間に情報を伝達したんじゃないかとな。大佐殿、その件についてですが、誰かが家内になりすまし病室に入ったようです。君の奥さんがあの病院で働いていたのか。はい、家内はその者の命を救うため毎日注射を打ってやっていました。先日家内は代理旅館に行って、その時に誰かが成りすまし入ったようです。誰か知っているのか。今のところまだそれらしいものは。なら君はワンダーホアに狙いを定めて彼女を見張れ。ワンダーホア、ここにはワンサンファーしかいませんが。ワンサンファーというのはワンダーホアのことだ。見ればわかるだろう。あ、そうですか。ではすぐにワンダーホアを捕らえます。待て、今捕まえても意味がない。彼女はもうすでに情報を伝えた。君はただワンダーフォアを見張っていればいいんだ。
はい。しっかりワンダーファーを見張ります。ワンダーファーを見張るだけではない。彼女の周りにいる者も見張っておくんだ。奴らは何者ですか？一人の名前がシャージャフ。もう一人がジャングイフェン。両方とも共産党だ。シャージャフ。记下来，你这是假账，你这。你先休息吧。哦，太太。姐，我。等会儿。我想问，咱们生意是越来越好，为啥钱越来越少？孙仁杰，不该问的就别问。我今儿就问了。能咋的？你想照片吗？哎，脾气都挺大是吧？啊，邪表，我真没脾气的，我也有脾气。明天办两个通关证。不办。站岗呢？哎呦，这是老李吧？哎呀，咋的？把自己给整伤了还？哎，早知道弄点好东西给你补补。这家人挺齐呀，四个人啊，组牌局打牌啊啊！我们是在打牌，这不等你来摊牌呢吗？姓夏的，还是你痛快。那我今天就得好好说道说道了。姓夏的，我告诉你，你抓那小把柄啊，我已经把它烧了，啊，我心里老痛快了。这段时间把我装犊子装的，哎呀，今天终于翻身了，翻得展展的。今天我得说你两句，啊，你为啥要去大连呢？就是三花了，你到头来也就是个铁鱼锅饼子的，啊。啊，跳舞转几个圈就能转成三花，这操！
白了我。我知道你心里也没加啥好皮，反正把你俩点出去就是20根金条，给不给？给他。这只10根金条吗？都给你吧，外面还一筐呢，要多少有多少。你动脑子想想，那些值多少根金条？啥意思？你别紧张啊，坐。觉得你说的非常好，我也喜欢这种打开天窗说亮话的人。这些话憋在你心里很久，说出来舒服多了吧？舒服？我觉得不舒服。你知不知道你为什么不能堂堂正正的做个人？因为你是一个中国人，你在给日本人办事，你是个汉奸。你帮我们做事其实也是为了你自己好，你知道小鬼子是一定会被我们赶出中国去的。到了那时候，凭着你仅存的那一丝善心，还你做过的这一点点的善事，能让你重新真真正正的做一回人。你说我值10根金条，他值10根金条。我告诉你，在座的所有人随时都会准备去赴死。我们不怕死，有革命就会有牺牲。他要死得光荣，死得其所。孙世奇，你是个聪明人，你用你的脑子使劲地想一想，如果你再跟我们这帮人继续发挥的话，我保证让你瞬间的挥发。哎呀，报告。早就来了，没过想见大队长您啊。哦，原来您就是药感部的部长。我看你不便嘛。哎呀，您来了我心里特别开心，应该尽快的去拜会您。你知道我为什么来这儿吗？谁的马赛啊？大连科长挺热闹呀，王大花唱的王三花，夏家河江贵芬怎么在这儿？部长，这个跟我没关系，一点关系都没有。怎么会没关系？你跟王大华不是亲戚吗？我不是，我真的不是。你还不明白？本来你要是不来花园口，我还不知道你和山谷干的那些勾当。现在你来了，等于是不打自招。你以为山口他会真正的保护你吗？你错了，山口没有这个权利，而我有。你和你的家人，我有权利随意抽取他们。陈部长，
我孙世奇发誓，我孙世奇只效忠天皇，只效忠你一个人。我就听你的话，我要是不听你的话，我就天打五雷轰，不让我好死。那我问你，到底是谁葬在大连客栈？ 从大连来的巡抚，藏在客栈里。来干什么？什么谁呀？那我给你下达命令，查清来龙去脉，第一时间向我报告。嘿，现在的形势。 一切都在朝好的方向发展，可越是在这个时候，越冷静清醒。这个晚上最黑的时候就是天亮之前，我们不能在这个时候栽跟头。为了配合苏联方面对日本关东军的最后一战，党中央选派了一批得力干部，已经开赴东北各地，就等着行动的指令了。现在我的伤也好的差不多了。 我必须要离开花园口，去波兰店和总联络人接头。关卡封锁的非常厉害，只怕。嘉禾，山口那边能不能利用一下？山口对这个新来的要岗部部长有所顾忌，他为了避嫌，连我的活都不许进出，不那么容易。难道他们警觉到什么？苏联方面随时都可能发动最后一战。 今天晚上就要行动，准备送那个李巡捕进关。要见什么人？听说在普兰店是一个总联络人。 老李，满花园口现在都在通缉你，你可以一定要小心。我去。我也去。目前看来，也只能如此了。放心吧，就是死，我们也要保证老李安全进关。别动不动就死的，只要咱们从长计议、周密计划，这有可能保证这次行动万无一失。小江说的对。哦，对了，刘顺那边什么情况？ 刘顺说，这些日子进出关检查特别严格，不管谁值班，都有日本人在场。不过，在交班的前半个小时是他们最松懈的时候。刘顺什么时候交班？晚上九点。现在几点？7:01。好，今晚8点整。
小璐的死，我总觉得有问题。他们这次行动不像是偶然，倒像是早就计划好的。肯定有人向小鬼子透露了我们的消息。但反正我觉得有问题。先不说这些了，老陆同志的死是我们花园口的一大损失。他用自己的生命保护了我们，也保护了情报。老李，你还要进关吗？我肩负着党的重要使命，必须去。现在进关更难了。现在关口的情况，除了女人、小孩、老人，男人不管多大年龄，都是只许进，不许出。能不能再逼孙世奇一下？这事让他去办。刚折腾了一回，他能愿意再办吗？也是。听孙世奇说，山口那儿有好多古董，他藏了不少。那又怎么样？现在关口那么严，他必须得把这些古董换成钱，才能运到日本。你的意思是想利用山口把同志们送出去？他可是日本人，能配合呀？不管他是哪儿人，山口的贪欲太大了，而且跟青木又是死对头，我们可以试一试。这样会不会太冒险呀？这件事儿我们要接力打猎，回头我去探探山口的口风。ガーデン口はずっと太平してたじゃないの。どうして突然共産党が出てきたの。儒教は今まさに東北に太陽を動かしている。最初からここは私たちの祖国じゃないって言いました。これで日本に帰れるでしょう。帰れんよ。私たちの家亡くなったっていう意味なの。結構心配するな。今やるべきはすぐに手元のことを現金に変えることだ。彼はずっとあんたを監視してる。何があったらどうするの。人生についてはもう決めてあるんだ。誰。王さんだ。王さんと彼の奥さんとワンダーファーだ。彼らは特殊な身分だからな。彼ら二人は共に共産党だ。共産党なのにどうして彼らを選ぶの。もしこの件がバレても全ての責任を王さんにかぶせればいい。それで王さんが何か小細工をするつもりならワンダーファーは取り押さえて人質にする。じゃあ私に何をすればいいの。この状況のせいで俺らは彼らと接触しづらくなった。だから恵子、お前に頼む。俺らのために彼らの状況を探ってきてくれ。山口夫人，您来了。你好，哎，请问一下王先生在吗？在，在里面，您里面请。哎呀，还是有点苦。不是，这什么风把你给吹来了？不打麻将了。嗯，最近没有心情。怎么了？家里出事了？没有。市医院出了一些事，比较棘手。哦，那医院的事有什么我能帮上忙的吗？这倒是没有。不是，你看你，人都来了，就咱俩这关系，有事你就直说吧，是吧？那就要拜托王先生了。是这样的，我手上有一批货。
但是我割伤后都不太方便出面，不知道王先生可不可以帮忙？啊？惠子小姐，这是花园口，你跟山狗都不方便，什么货呀？啊，那什么，不问了啊，不问了。既然是惠子小姐的事儿，我肯定帮。但是啊，我不行。哎，你别着急，有人行。谁？我舅。十有八九是先来探路的，如果真是这样，你再去勾搭勾搭他，让他痛快的要够，好让咱们能大大的顺风车，把同志们送出去。不急，先晾晾他，我料定他一定会再来的。你这么有信心？不过下回再来就该你出马了。我就是你。嗯，